高品質、しかも安い武士蔵。最後は小手返し面で構えて攻めて、相手が小手ってくるところをそのまま左手を中心からずれてしまってよくないんですけど、そのままとっさに合わせるよりは誘い出す感じなんですか。そうですね、相手が攻めてる中で相手が我慢できない状態で小手を打つと、そのところを返すと。じゃあ最初の攻めっていうところが一つ大事だと思います。攻めて相手がどこを打てばいいかわからないと、とりあえず小手でも打ちたいなという時に、使える技だと。間合いが詰まったりとか、はい、そういうところも怖いところかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。そうですね、間合いが詰まってて、詰まって小手を打ってきても、もう普通に自分の懐で返し目ができると思います。あれとじゃあ本当に腕も柔らかくこう調整できるようにしてるんですね。まあ、そうですね、距離感本当脱力をしておけば、おそらく懐の移動は自由にいくと思う。遠かったら、まあ、別につけたままでいいですし、近かったらこの距離を十分に利用して来たのをそのままいいと思います。特に柔らかいですかね。ですかね。そんなでも皆さんやる技だと思いますよ。そんなこう私だけ特別っていうわけではなくて、誰でもできる素振りでもあるぐらいなので、誰でもできる技だと思います。手首を柔らかく使うような素振りも頑張ってやっておいた方がいいですか。ね、そうですね、この素振りはやった方がいいですね。攻め口というか、攻め方どういったところをこう意識してますか。その小手を誘い出すためっていうのは、割と距離なのか、どこかこう部位を向けてプレッシャーをかけてるのか。できるだけ